おはようございます。おはようございます。村田のうちは村田氏です。あ、かわいいです。なんでおるの？いや、なんでなんでおるの？ファンやからついてきちゃったストーカーなんで。あ、試合お疲れ様でした。あ、ありがとうございました。結果は3位。素晴らしい、おめでとうございますって言いたいとこだけど、みのりクラスだとやっぱ優勝ですよね。3位のおめでとうって言ったら怒られるんで。そうね、お疲れ様ですということで。ちゃんと言って、違う違う、見に来てないんですよ。なんかクォーターぐらいで余裕やで、もう先帰るわってなんか逃げ来てて、なんか今日もおるんやろってその前の日に言ってたのに、なんか一回も姿を現せずに、言うやろ、帰るわって言って、お父ちゃん撮影しに来たのに、何自分だけ帰ったよ。でしかもな、自分のラウンド1、ラウンド2ごときでな、見とったか見とったかって言っといて、人のセミファイナルとか見ないんだよね。いや、もはや一回も見に来てない。チャンネル登録よろしく。見てたって、1回目も来た時に見てたって言ったら、いや、見てないって、しかも会場におったやん。どういうこと。で、人には言いにくいな、見とったかって。そうだよね。で、感想聞くんやろ。勝てるんやから、もう何言ったの。それもないじゃねえか。炎上するの、また。でもな、俺はな、優勝したら本気で優勝 YouTube 作る気で構えとったら、ファイナルにいなかった。え、それは切れる、切れるかな。あ、しまった。やばい。いや、え、名前あった気が。名前なかった。ナイス。え、すいません。というわけで、でも次は作ろうね、優勝 YouTube。え、もう3番の YouTube でもよくない。あ、いいっすね、それでいいか。それでいいや。それやったら怒るかなと思って。とりあえずね、2人ともそうに寝起きなんで、まあ、こんな顔しちゃうんですけども、もはや撮ると思ってませんでした。え、え、はい、ということで、まあ、今1話目は見に来たんですけど、ちょっとナミがジャンクということで、どこ行きますか。ちょっといつもと違うところに。どこ行こうか。ララポート行こうよ。え、やっぱさ、スターファールデートは波見てから始まるよね。今日こんなじゃん。だからさ、デート行こうよ。映画行くか。鬼滅の刃、はい、映画は見るけど、違う映画見ると。はい、あのカメラマン寒いんですが、早くしてください。スターファールやぞ。入ってこいよじゃん。見といたるわ。とりあえずね、ここの内情報はジャンクなんで、ちょっといつもとね、違う場所に行きたいと思います。こっからあのちょっと30分ぐらいかかるやんと思うけど、じゃあ今から、行きたいと思います。では行っていきたいと思います。ジューレ強者言っていいっすか。いやー、何点。いや、これはね、70点。うえ、いや、私が指示した。何も聞こえんかった。まあでも彼の頑張りには。え、ここ閉まるんですか。初めて見た。はい、とりあえず、とりあえずね、降りついたんで今から着替えてサーフィンしていこうかなと思います。え、やっていきましょう。ここはララポートじゃないんですか。今日はララポートやめてサーフィンです。練習頑張りましょう。水あったかいかな。寒そうよ。あったかいか。あったかい。いや、寒いと思う。あれ、あの、いつも通り遅いんですけど。いや、これ鍵落としたら終わりない。髪落としてもらいます。来てもらう。来て欲しい。欲しいじゃなくて渡すんや。いた。欲しいとちゃうよな。あ、彼氏優しい。うわ、俺知らん顔していくと思った。そうどうですよ、これがマイスタイル。やっぱさ、みんなが求めてることをさ、まあね、しないとね。彼はなんかさらっと言っちゃったから。キムタクおるかな。おるかも。やった。洗車っていいよな。何言ったの。え、
え、あなたの言ってたの。そうだ、いいも悪いもみのりさんは誰かに表してます。やめてください、そういうの炎上するんで。あの自分で洗ってますチャンネル登録よろしく。はい、今から入っていきたいと思います。ちょっとね、一瞬ちょっと違うところにいたんですけど、ちょっと違ったんでそうやな、あっちはちょっとインサイド気味の方を狙って行っていこうかなと思います。ちょっとね、波はちょっとどんな感じやろ、腰腹ぐらいで、まあブレイクの速い感じです。ブレイクの速い波っていうのはやっぱり結構難しいと思うんですけど、どういうことを意識しますか。なんだろう、まあ試合でも結構ダンパーなワンターンの勝負の試合があるから、まあ一発でどれぐらいのなんだろうスキルが出せるかっていう練習には結構なるかな。そうっすね。違います。いや、いい感じです。まあ、自分はいい感じってなんだ。そのワンターン、ワンターン、そのワンターン勝負でやった時に、そのワンターンはもちろんエグいターンやったら出るんやけど、やっぱりね、土壇場とかでそのワンターン勝負になったらエアーとか決めたらもっといいかなと思うので、そのワンターン勝負の時にメイクの速い波で、まあ、エアーをメイクできるように練習していきたいと思います。とりあえずね、サーフィンしていきたいと思います。いきます。はい、お疲れ様です。最後何したの。え、最後撮ってない。あら、もう一回行ってくる、見といてあげるよ。ですね、お疲れ様です。お疲れ様です。マジ撮ってない。チャンネル登録よろしく。はい、というわけで、ね、ナミどうでした。いや、良かったよ、結構いい波だった。意外となんかポジションを選べば結構いい波でした。なんかやっぱり見た目よりポジションを考えてサーフィンするといいなということが、理解できました。理解できましたそうですね結構やっぱ海入る前にすぐ入るんじゃなくて、どこでどういう場所で波が割れてるかっていうのを見て入ると絶対なんだろうね、いい波つかめるんで、で乗れないなと思ったら1回上がってもう1回波がどこで割れてるかっていうチェックとかは自分はたまにしたりします。マジで？マジで？まあそうですね、試合の時もそうやけど、その見入る前に波チェックするという感じで、まあ、自分はその昨日の動画でも言ったんですけど、一定の場所に降りすぎることがあるんで、まあ、いろんなポジションはね、探検することによって探検、そうやな、冒険することによって、いろんな波に使えるんで、そんな練習もいいかなと思います。そうやね、無駄に入るよりは。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。レベル高い。自分レベル何やってんすか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、意外と何いい感じにできて、いい練習になりました。え、次ジャパンオープンあるしね。そうやね、ジャパンオープン頑張らな。頑張りたいと思います。ちょっと出てくれる。なんか板直し始めたんですけど、どう思いますか。もうねえ。はい、というわけで今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。
はい、今回もね、こんな感じで終わっていきたいと思います。はいはい、みのりさん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日もみのりさんの素晴らしいライティングを見れて、楽しかったです。まあ、学べよ。ごめん。はい、とりあえず今回はこんな感じで終わっていきます。今回もね、ちょっとでもおもろかったなと思ったら、チャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。ゆうと、ゆうたけど早すぎて何言ったか分からん、言われんね、また。まあ、こんな感じで、自分スタイルでいきたいと思います。そうっすよ。はい、お疲れ様。私、村田のスタイルについてきてください。はい、今回もありがとうございました。とりあえずね、戻って夕方はね、もう北の方で入りましょうか。そうやね。え、デート、え、映画、え、映画、映画。